こんにちは、しばとです。今回はこちらの2本のストラト、エドワーズ、そしてフェンダージャパンを鳴らし比べていきたいと思います。この2本、見た目はめちゃめちゃそっくりなんですけれども、個性的でサウンドが全然違うんです。それがね、すごく面白かったので、千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。ではね、エドワーズの方からまずね、スペックなんかお話しさせていただきたいと思います。これはですね、エドワーズの ESE100 というモデルになっておりまして、定価がね、10万円なんで、個体自体はもともとしっかりしております。そのしっかりした個体をさらにカスタマイズしているということで、もう本当に即戦力という感じのギターですね。特徴としては、この塗装がね、ラッカーテイスト、上がラッカーになっていて、下にクリアが吹かれていると、ちょっとね、エイジドな感じになっております。で、ネックはですね、若干 V 気味で、 R は緩め、握りやすくて近代的なシェイプですね。フレットもね、ミディアムになっているので、本当現代的な、近代的なストラトなんじゃないかなと。で、どういったところがカスタマイズされているかというと、まずね、ピックアップがフェンダーのテックスメックスで、ブリッジのサドルがロービンテージ、そして、ね、多分スプリングもね、これロービンテージになってますね。で、このね、ブロックも交換されております。そしてここチタンのね、プレートがついてるんですよ。 KTS メイドインジャパンですね。こういったところのね、細部がね、しっかりとカスタマイズされていて、前主さんもね、非常に可愛がってたんでしょうね。そしてエドワーズというと、ここにプッシュプッシュのボタンがついております。これはね、音鳴らすときにご説明させていただきたいと思います。ではフロントから鳴らしていきます。結構キラキラした感じ。粒揃いがいいですね。センター、甘い感じ。この甘いセンターいいですね。で、プッシュプッシュのボタンを押します。どうなるかというと、フロントとリアになります。これがフロントとリア。そしてこうすると全部なってます。3つのピックアップが全部なっている。これフロントとリアで、全部なると、こういうふうな感じで、まあ、多彩な音作りが可能になってます。あ、ちなみにね、ボディはね、アルダです。ちょっと歪ませてフロント鳴らします。クランチもいいっすね。では続いてフェンダージャパンですね。こちらは旧シリアルなんで、93年とか94年、不次元時代のものですね。ネックはね、若干太めで V なんですよ。そしてボディがバスウッドということで、結構ね、こう膨らみのあるサウンド。さっきのエドワーズのは結構シャープな感じ、粒が揃ってギュッとしてる感じだったんですけれども、これはね、すごい膨らむ感じなんで、好みによってこの2本ね、めちゃめちゃ分かれると思います。基本的にはこれは無改造な状態かな、ノーマルな状態になっております。これね、バスウッドなんでね、軽いんですよね。 3.36kg。 バスウッドはね、結構ね、人によっていろいろイメージがまちまちなんですけれども、僕はね、結構好きで、
ネック太めにバスウッドのこのストラトはね、膨らみが、膨らみいいですね。ちょっとミックスで、センター、まあ、元気があります。元気があるセンターはいいですね。リアも強い。もうリアにもしっかりとね、存在感がありますね。ちょっとフロントで歪ませます。うん、このね、やっぱね、膨らみ具合がね、僕ね、好きなんですよ。このフロントのふっくらした感じのクランチっていうところがね、非常に魅力的な一本なんじゃないかなと思います。というふうな感じで、今回ね、エドワーズとフェンダージャパンを比べてみたんですけれども、これはね、メーカーの特色っていうわけじゃないです。このね、2本のギターの特色という感じです。フェンダージャパンのギターでも、さっきのエドワーズのような、こうちょっと締まったチキチキした感じ、そういったギターもたくさんありますし、やはりね、個体を鳴らして自分の好みに合ったものを探すっていうのが一番いいんじゃないでしょうか。中古相場がね、だいたい似たような感じの価格になっておりますので、ぜひぜひ皆さんデジマートなどチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。